矢田でございます。さよさん、森手先生、祝ですね。授業動画配信を再開していただきました。まあ、一時はどうなるかと思いますが、まあ、意外とですね、早めにです。おぉ、再開してくれた。という印象でございます。私も最初から最後まで拝見させていただきました。で、括弧一番、印象は、さすが。で、これは以前からお伝えさせていただいてるんですが、括弧二番、強み。そうです。森手先生がなぜこんなに支持されるのか。声ですよね。で、タデミさんの時の動画と違ってですね、今回はスピード感ですね。しかもそれが心地よいスピード感でございました。で、私もメモを取りながら拝見いたしました。で、これはとにかく人が真似できるものじゃないんですよね。ですから、同じ内容を A さん、B さん、森手先生、3人が喋ってもやっぱり森手先生、ああ、やっぱ言うてること違うな。まあ内容は同じでもやっぱり森手先生違うわって感じてしまいますよね。で、それは本人が意識して出してるものではなく、無意識のうちに出るんですよね。それが森瀬先生の魅力でもございます。そして YouTuber として成功されているのも肯定派否定派両者が注目しちゃうんですよね。で、本日の動画はどうするんですかということですが、トリビュート復習動画、つまり森瀬先生の敬意の念を持ってですね、動画を作ってみたいと思います。もちろんそれは視聴者のためになるというのが大前提でございます。ですから森瀬先生がお話しされてたこと、まあ時間の制約もあってですね、なんかこうプラスアルファ、なぜそういう表現になるのかで、そういうところまで語る時間はおそらくなかったんじゃないかなって感じがいたします。ですから私がアレンジを加えます。で、以前の復習動画はですね、ちょっとアレンジを加えたら逆に失礼じゃないか、と思って配信をしたんですが、いやいや、アレンジ加えた方がいいですよ、というところもございましたので、今日はこちらで行ってみたいと思います。で、かっこいいまあ注意点ですね。とにかく森瀬先生、心地いいわけですから、見とれて終わる可能性が高いですよね。つまり、受験生の方の中でもですね、おそらくノートを取ってる方もいらっしゃるかと思いますが、ノートを取らずにですね、いいな、わかりやすいわ。と言って終わってる方はいらっしゃるかと思います。で、特に苦手な方はですね、ノートを取ったとしてもですね、後で、丸暗記ってなってしまう可能性がありますよね。つまり、なぜその表現を使うのか、それを分かっとかないと試験中出せないですからね。ですから、視聴して、まあ、本当は復習する必要性はあるんですが、復習しやすいようにまとめる必要性があるかと思います。で、これも受験生がですね、復習しやすいノートができるか、特にまだこの時期ですね、偏差値40代、50代の受験生、おそらくその方はまとめがちょっとあまり得意ではないと、そういうふうにお見受けいたします。つまり、覚えなくちゃいけないんですが、なかなか覚えきれてません。で、おそらくその原因はですね、おそらく復習しやすいノートってなかなかできてないんじゃないかって、感じがいたします。ですから、その方を助けるためにもですね、ぜひご覧いただきたいと思います。で、日に行っては合格、そして実力アップ、成績アップですよね。ここに繋がることこそが森手先生、最大の喜びだと思いますし、私もそうですね、受かっていただくことが最優先でございます。ですから、そのためにもですね、もう、やだっち何やっとんねんって言うんじゃなくてですね、使えるところは使おう。まあ、つまり、いいとこ取りですよね。特に初めて視聴されてる方ですね。そういうふうに皆さん使っていただけると嬉しいかと思います。そして、まとめ動画を作るにあたってですね、特に受験生の時間を奪わないように配慮いたしますからね。なるべく最後までご覧ください。ということで、頑張っていきましょう。さあ皆さん、最初は農場と前置。ここから行ってみたいと思います。まずは、括弧一番、例ですね。農場で働く。皆さん、これを言いたい場合、work 点々点なfarm。さあ皆さん、空詞の中に入る前置。何でしたでしょうか？ on ですよね。work on the farm。で、農場で働くわけです。皆さん、農場なんか広いイメージがございますので、なんか、in でもいいんじゃないかろうか、と思ってしまいますが、ところはどこい on。ということで、バッチリでございます。さあ皆さん、これをですね、皆さんに対して、覚えてくださいね。で、終わってしまうと、なんでやねん。って感じになってしまいそうですし、試験本番中、まあ、ドアスでしてですね、なんか、インナーファームとか良さげとかになってしまう可能性がございます。ですから、ドアスでした時にでもすぐ思い出せる。引っ張り出せるためには、やはり丸暗記ではなく、ちゃんと理解して抑える。これが必要だと思います。ですから、括弧2番イメージご覧ください。皆さん、地面。まあ、これが農場だと思ってくださいね。で、皆さんが農家の方だとして、例えば野菜、どうやって植えてますか？地面に対して野菜がこんなところにありますか？こうですよね。そうです。農場で例えば野菜を育てていると仮定すると、地面と野菜は接触してますよね。で、皆さんここまで来たらもうわかるかと思いますが、地面と野菜、接触。そうです。接触と言われたら、前置詞 on ですよね。ですから、そういうふうにイメージしていただきますと、work on the farm。頭の中に定着させやすいですよね。さあ、二つ目でございます。今度は carol。皆さん、the carol の右側に be 動詞。例えば、is を入れますか、are を入れますか。そうです。are。もしくは過去時世だったら were。これを使えば OK ですね。ということで皆さん、キャロー、見た目は単数形に見えますが、実は複数扱いなんですね。それがポイントでございます。ですからこれも皆さん、キャトルは皆さん複数形扱いですよ。気をつけてください。覚えてください。で、終わってしまうと、なんでやねん。で、そのまま行ってしまうと試験中、まあ、思い出せずですね。いつかな、ああかな、迷ってしまう可能性が高まりますよね。じゃあ皆さん、それを丸暗記なしでどうやって定着させるのか。皆さん、落ち着いて意味を考えてください。畜牛ですよね。
ちなみに畜牛ってどんな意味ですかっていうと、皆さん書いてる通りでございます。家畜として飼育されてる牛。そうです。あとは家畜のイメージで OK ですよね。まあ、もし皆さんが畜産農家の方であれば、家畜、牛、1頭しか飼ってませんか？まあ、それだとやっていけないですよね。ですから、複数牛を育てて経営を成り立たせる。そういうイメージを持っていただきますと、キャロ、複数形で OK ですね。そして、複数形つながりで皆さん3番目、The Police、B とし、Is にしますか、R にしますか？そうです。これも R ですよね。皆さん、見た目は単数形ですが、実は複数扱い。ですから、まあ、見た目とちょっと違うな。ってところで、試験で狙われる可能性が極めて高いんですね。で、皆さん、これもなんでやねんっていう感じになるかと思います。警察、なんかいつも複数で動いてるしな、みたいな。まあ、そういうイメージでいけるんだったら OK です。ただ、そもそも元来はですね、皆さん、多分聞いたことあるんじゃないかって感じがいたしますが、ポリス、都市国家のポリスから来ているというふうに一応言われております。例えば、都市国家のイメージですね。そうです。いろんな国家が集まってるイメージですよね。ですから、そこから皆さん複数扱い、イメージはできそうですね。じゃあ皆さん、警察官、お一人を言いたければ、単数扱い。Police Officer。これでバッチリですね。で、皆さん、これを頭の中に入れる必要性がございますので、まあ、本来であればこの後ノートを取ってくださいとお伝えしたいんですが、まあ、特に受験生、ノート取るんですか、時間が、というふうにおっしゃる方、いらっしゃるかと思いますので、ノートを取らなくても復習できるようですね。この後画面を変えますね。さあ皆さん、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸9番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただきますと幸いです。では、画面を書き換えますね。さあ皆さん、最後の画面でございますので、もう少し頑張ってくださいね。さあ、一番上でございますが、あ、people。皆さん、people だけだったら皆さん、人々でよろしいんですが、皆さん、あがつくと、民族という意味になるんですね。ただ皆さん、これもですね、はい、覚えてください。って言うとですね、なんでやねん。という方、いらっしゃるかと思います。ですので、皆さんには、あに注目していただきたいと思います。皆さん、あーって何ですかーと言われたら、まあ確かに一つという意味でございますが、大前提はこんな感じ。そうです。いくつかある中で、this is a pen。つまり、あーというのは、いくつかある中の一つ。これを表してるんですね。ですから皆さん、民族もいくつかありますよね。そうです。狩猟民族、農耕民族。で、遊牧民族ですね。などなどいくつかございますので、じゃあ皆さん、そのうちの、じゃあ狩猟民族と言いたいときに、a people を使うんですね。そして二つ目は allowed。皆さん、まずこれ品詞大丈夫そうでしょうか？なんか loud ついてますから、大きいみたいなイメージをお持ちかと思います。なので、品詞と言われたら、形容詞かな？いや、副詞かな？どっちかな？って迷ってしまう方多いかと思います。ですが、皆さん、アラウドはよくわからなくても、ラウドなら皆さん、見覚えがありますよね。そうです。大きいんですね。声が大きい、音が大きいわけですから、品詞はわかりますよね。そうです。形容詞ですよね。ですから皆さん、アラウド、もうわかりますね。そうです。アラウドであれば、副詞。ですので、ちょっとどっちか迷いました。どっちかわかりませんというような状況に陥ったら、皆さん、落ち着いて、ラウドは形容詞だ。ということは、アラウドは副詞だ。というふうに皆さんイメージしていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん例ご覧くださいね。まあ、read a book ということですから本を読みます。じゃあ皆さん、どんな状態でと言われたときに、allow。まあ皆さん、これもですね、意味大きいんってなってしまった場合、loud は大きいんですね。じゃあ、allowed はってなったときに、もう一回大きいとは多分ならないですね。つまり今私が喋ってる単に音が出てる状態でございます。ですから意味はこれですよね。声に出して本を読む。決して大きい声を発してるわけじゃないですからね。通常の声量で声を出している。そういうふうにイメージしていただけると OK です。そして最後は large、そして small で修飾する名詞。皆さん頭文字書きましたので皆さん思い出しそうですね。一番左からいきますね。number、population、income、audience。そして vocabulary。で皆さんこれもですね、覚えてくださいね。まあ、言うのは簡単なんですが、これを皆さんが頭の中に定着させるためにはじゃあどうしたらいいんですかというと皆さん共通点ありますよね。ご存知の方もいらっしゃるかと思います。まあ、わかりやすいのは皆さん、ナンバーですね。そうです。ナンバーもそのまま数ですよね。そして皆さん、二つ目は、パピュレーション。人口。皆さん、日本の人口は何人ですか？アメリカの人口は何人ですか？そうです。数を意識しますよね。そして三つ目、インカム。収入。そうです。あの人はいくらもらってます。そんな感じで皆さん、数を意識しますよね。そして四つ目、オーディエンス。皆さん、聴衆でございますが、まさにこの YouTube。視聴者は何人？数を意識しますよね。そして最後は、ボキャブラリー。皆さん、意味大丈夫ですね。そうです。用語数なんていうか、もう数そのまんま。ですから、数を意識するのが共通点。それを少しでも意識していると、皆さん、定着させるのは難しくないかと思います。ということで、定着させるために画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。
で、あと皆さん先ほどと同じようにスラスラ言えるよう頑張ってくださいね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。